はい、どうもトラキチの無課金ハオーロードオリックス純正編です。今日でログインが、670日目ですね。はい、現在2021年10月8日の15時57分なんですけども、今回ですねミキサーの方をねちょっとやりたいなと思います。はい、まあ、A ランク自身ミキサーを3回分用意しました。3回やりまして、それと S ランク自身ミキサーもね1回だけやります。はい、この5枚でやりたいなと思います。はい、というのも、まあ、今回ちょっと選手追加ね今日あったんですけども、このお知らせの方で、選手追加で、シリーズ 2S ランクサード A ランクが先発ということで、まあ、このアカウントオリックス純正だけでやってるんですけども、オリックスは宗選手、宗選手僕 A ランクね5枚持ってますんでね、まあ、シリーズ1もシリーズ2もどちらももちろん S ランクはないんですけども A ランク5枚ありますんでね、まあ、できればシリーズ2のね宗選手欲しいなと思ってます。今回ちょっと S ランク地味きさんね1回だけですけどもやりますんでぜひ欲しいと思ってます。で A ランクはですね、オリックスは宮城投手来ましたね。はい、まあ、僕宮城投手はあの S ランクも A ランクもねもう1枚も持ってませんので、まあできればねこの A ランク、まあ、A ランク地味きさん3回やりますんでね、ぜひ1枚でも多く集めたいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、それでは一応、まあ、欲しい選手ですね、まず A ランク地味きさん3回やりますんで、欲しい選手の確認しておきます。はい、A ランクですね、A ランクで言いますと吉田選手と紅林選手以外やったら、まあ、誰でも来てほしいですね。まあ、特にこの宮城投手来てほしいですね。今回追加された、あと杉本選手もねシリーズ1の S ランクを持ってて、A ランク3枚なんでねぜひ来てほしいかなと思いますね。シリーズ2やったらそうですね、宮城選手杉本選手あたり来てほしいです。でシリーズ2、シリーズ1ですと、まあ、山崎選手、あとは比嘉選手で、杉本選手、佐野選手、このあたり S ランク持っててね、まあ、比嘉選手はあの覚醒まださせてませんけど、極めにできないんでね、その A ランク欲しいなと思ってます。そのあたりの、ね、A ランク欲しいかなと思ってます。まあ、山本選手とそうですね、吉田選手以外やったら結構 A ランク誰でもいいかなという感じなんですけども、まあ、そのあたり来てほしいかな。宗選手もまあ一応5枚持っているんですけどね、まあ、あと1枚称号用で欲しいかなと思うんで、山本選手と吉田選手以外やったらいいかなという感じです、シリーズ1はね。はい、それでは、A ランク自チームミキサー3回いきます。はい、もう上からいきますね。 1,2,3,4,5 枚、まあそうですね、山本選手と吉田選手以外で、まあ、できればシリーズ2やったら宮城投手、杉本選手来てほしいです。いきます、1回目お願いします。宮城投手来い。さあ、まだ S ランク持てないですけどね、宮城投手ゆくゆくは絶対欲しい選手なんでね、 A ランク早めに5枚集めていきたいなと思ってます。さあ1回目誰、紅林選手、これでねあの A ランク7枚目ですね。 S ランク持ってて、まあ、称号用2枚目っていう感じですね。うん、まあまあまあいいです。はい、紅林選手もうあんまりいらんな、もう来たあんまり来てほしくないですね。はい、それでは2回目いきますね。 1,2,3,4,5、 はい、まあ、宮城投手杉本選手あたり来てほしいです。いきます、2回目お願いします。来い。さあ、もうちょっと紅林選手はもういいよ。紅林選手、山本選手、吉田選手はもうあんまり来てほしくないです。さあ2回目誰、山岡選手、これで称号用一応2枚目ですね。はい、結構偏るな、やっぱり。まあまあまあいいです、ここまではまあ山岡選手もいいですね。はい、うーん、なかなか思った選手来ないですね、難しいな。それでは最後3回目いきます。 1,2,3,4,5、そうですね、まあ、宮城投手、杉本選手、まあ、佐野選手、山崎投手とかね、そのあたり来てほしいんですけども、なかなか来てくれませんね。それでは3回目いきます、お願いします。来い。さあ、 S ランク持ってて極みじゃない選手か、それか宮城投手来てほしいです。3回目、さあ誰、平野選手、これで A ランク5枚目ですね。はい、S ランクは持ってません。はい、平野投手、ぜひ S ランクで欲しいですね。これで5枚目です。はい、
なかなかねちょっと星選手来なかったですけど、まあ、平野選手はでも5枚目なんでいいかなと思います。はい、それでは、S ランク自治ミキサーも1回やりますんで一応星選手を確認します。まあ、S ランクはですね、まあ、シリーズ2はね富山選手、シリーズ1も持ってるんですけども A ランク1枚もないですけどね、まあ、これそうですね富山選手以外やったら誰でもいいかなという感じですね。杉本選手もシリーズ1を持ってますけどね。で今来た A ランク来た平野選手、一応 A ランク5枚ありますんでねぜひ来てほしいかなと思います。森選手も A ランク5枚持ってますんでこの辺り来てくれると嬉しいですね。あとは宮城投手ですね。はい、シリーズ2ですとこの辺り来てほしいです。でシリーズ1ですとそうですね、上の比嘉選手田島選手は12球団編の時にもうミキサーに入れてますんで現在持ってませんのでねもう被らなければ基本的にはいいかなという感じなんですけども、まあ A ランク持ってるのでいうとジョーンズ選手 A ランク7枚持ってます。で先ほど言いました宗選手ですね、平野選手これが5枚ずつ持ってますんでねこの辺りまあ来てくれると、まあ、非常に嬉しいかなと思いますけども若干というか結構被る恐れもね出てきましたんでねできれば被らず来てほしいなと思ってます。まあシリーズ1でも全然いいんですけどねシリーズ2でもシリーズ1でも全然いいんですけど、まあ、被らず来てくれればいいかなという感じですね。はい、それでは、S ランク自治ミキサー1回だけですけどもやりたいなと思います。この5枚でいきます。1、2、3、4、5枚ですね。はい、まあシリーズ1シリーズ2関わらず、誰が来てもいいんですけどもかぶらず来てほしいです。それではいきます。 S ランク自治ミキサーお願いします。かぶらず来い。かぶらといて山田今のところねまだオリックス純正に移行してから S ランク自治ミキサー1回もかぶってないんですけどもそろそろ怖いんでかぶらず来い。さあ誰、ああ田島選手、あ田島選手いいわ。田島選手これニューはついてませんけども12球団編の時にもうミキサー入れてるんで今持ってないんでね田島選手 A ランク1枚しか持ってなかったと思いますけどもまあシリーズ1ですね。はい、一応能力見ますと田島選手いいですね。かぶってはないです。はい、12球団の時にもうねミキサーに入れている選手なんですけども、シリーズ2の方がね、まあ、良かったのは良かったんですけども、まあ、全然シリーズ1でも現状でまだ全然 S ランクいませんのでここですね。はい、選抜適正 S9 位79制球67スタミナ73ということでね、称号によっては球も A 乗るということでいいですね。はい、球種もね結構ありまして、はい、いいですね。はい、またこれでね先発1人増えましたんで、またちょっと、オリックス純正オーダーね強化できたかなと思いますね。はい、田島選手でしたね。 A ランクは1枚しかまだ持ってないですね。はい、まあまあでもかぶらず来たんでねとりあえずは良かったかなと思います。はい、今回こんな感じですね。 A ランク自治ミキサー3回 S ランク自治ミキサー1回しまして、まあ A ランクもね、まあ、平野選手5枚 A ランク揃いましたんでね、よかったかなと思いますし S ランク自治ミキサーは、かぶらず、まあ、シリーズ1ですけども田島選手来てくれましたんで、まあ、それは非常に良かったかなと思います。はい、はい、今回こんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。